どうもこんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はマリオカート8デラックスの 200cc ビッグブルーアイテムコインなし12人ガチタイマン対決後編やっていきたいと思います。前編の動画見てない方はね、概要欄に動画リンク貼り付けておきますので、よかったら見てください。ということでよろしくお願いします。現在ね、総合順位が確か9位ぐらいなんですけど、ここからねちょっと巻き返し劇をねみんなに見せていこうと思うんですけど、さあここで、あ、結構なんかやっぱ注意をあれだ、あの推移してる状況なんですけど、ここでウルトラ貯めて、さあここで順位落としたくないな。現在4位か。あ、意外と順位上がれてるな。さあ3ストがちょっと怖いんですけど、やばい、押される。ラグもね気をつけていきたいところだな。さあウルトラ貯めて、今回ねワリオ、Gフォース、そしてローラータイヤカスタムでやっていきたいと思います。落ちないで、もう一回ここで思いっきりについて5位まで上がった。さあどうだろう、後編1列目からまあまあないいスタートを切れてる気がする。さあこう周り、あー押された、最悪、うわもう最悪、うわまあでもまだ8位か。うわーこの今のスリストというかタックルは痛すぎたな。骨クッパとワリオってね重さ的には変わらないんだよね。なんですけどちょっと今タックルはダメージが大きいな。なんですけどまだ7位8位か、悪くはないな。そう、失敗してほしいんですけど、最終結果8位かうわ今、いや3位内いけるかなと思ったけど、いや早いな、うんさん80点だって。8レース目頑張ります、よろしくお願いします。やべえ、上位勢が早すぎてビビってる、本当に早い、よろしくお願いします。よし、 OK。 いやスタータとかめちゃくちゃ完璧決められてる。なんか1対1のタイマンとかは自分すげえ強い自信があるんですけど、こういうね12人なんか交流戦とかでも足引っ張っちゃうタイプだね。さあ現在11位か、ちょっとこれまずいな。ちょっとまたミスを誘っていきたいんですけど、悪い字もいいんだけどな、骨クッパもありなんだよね。これショートカー行こうかなと思います。でちょっとチキるね、これチキったショートカーになってしまいましたけど、早いなみんな。後ろ誰なんだろう、11位12位は。ここで変態ショートカー全員ミスってもう祈るしかないけど、うわーやっぱみんな決めてく、やばすぎこれ、変な光景すごいよこれ、もう今しか動画に収められないんじゃない、この変態ショートカーは。さあ1人ミスった、あヨシさんミスってるじゃん、珍しい、ずっと上位取ってたヨシさん下位にいるのなんか複雑だな。さあ現在10位か、これも落ちないように、いやー早いな本当に。残りねこのレース含めて5レースなんですけど、ここで1位取って5連続1位取ったら全然総合3位内ありえるんですけど、さあ8位までいった、 OK。 なんか順位ねまたまた2つ上げて、さ最後の行きたいけど森屋和子さん抜けず、またまた8位か。総合的にはどうだろう、順位ちょっと上がった感じかな、10位ぐらいかな、うん、あ9位か、まあまあ悪くはないな。第9レース目残りこれ含めて4コースなんで、ここでね本当の本気の巻き返しね、大丈夫 OK。 ちょっと待って、スタダッシュ成功してから実況します。巻き返し劇を見せていきたいなと思います、よろしくお願いします。ここの押しだね、最初の押しがめちゃくちゃ痛いんで、さあ僕もねカスタム変えてきました。危ねえ、押さえ、あーもうなんでよ、もうやだもうブドウさん仲良く走ろうぜもうこっちの方が楽しいわもうなんであんな、もうまみれすぎた。さあ12位か、まだわからないからね、ここから巻き返ししていきたいところだなもううわ悔しいなこれ。でもショートカー失敗している人もいるからね、でただここのショートカー全然ミスってないんだよ、ね、今のところ。そこはねすごい調子がいいし、なんだけどみんな他の周りチーン、はい0ポイントからねスタートということでなんかいいスタートなんだけど、これさちょっと運がいいな、9レース目で回線エラーになったので、残りプラスこれに4レース追加して実質12レース、あじ OK。 いやこのさ2スタートマジでかいから、ここでちょっと抜いていきたいな。さあよろしくお願いします、ということでめっちゃ押される、めっちゃ押される、さ押しに負けないね、ここで上位取ったらマジでかいな。なんですけど、あやべえ俺総合間違ってたかも、あ2までいった、 OK。 さあ1位誰、うわーこれショートカー行くか迷うんだけど、行かない方がいいな。さあスーパー貯めて、さあ落ち着こう、骨クッパ頑張りましょう。さあここでまたまたスーパー貯めて、後ろちょっと差できてる、これめっちゃチャンス、ヨシさん頑張ろうね。やべえこの回線落ち、もしかしたらプラスに捉えていいかもしれない。さあウルトラ貯めて、ミスるなよショートカー、オッケー。
スは常にスティックは右下、みんな覚えてね。あ、嘘、あー失敗してないか。うわ、これせっかくだったら1位取りてえな。やべえ。さあ後ろから、ロニーさんが来てるんですけど、余計なスリストマジやめてくれよ。さあここでダッシュ版全部踏みまして、ここのダッシュ版踏まないんだね、みんな。ここについて、やばい、押され。さあスーパー貯めて、さあなんとか今タックルされたけど無事大丈夫でした。さあここでスーパー貯めて、やべやべ、ずーっとなんか買い争いしてたんですけど、なんとか、いや初の2位フィニッシュかなこれ。よっしゃ、マジ嬉しいわ。さあミミクさん来てる。いやこのさ、ツーシエラマジプラスに捉えよう。これハプニングだね。ちょっとサムネにしようかなと思います。まさかの奇跡で2位フィニッシュみたいな。残り3レースですね、よろしくお願いします。さっきのレースとポイント合算したいんですけど、ちょっと忘れちゃったね。あ、じゃあ OK、 はい、スタートよろしくお願いします。今日はみんなあれか、スタート決めてくるんだ。これは押されないこと、あーちょっとこれ厳しいかも。いやーここで後ろ買い争いするとマジで落とされるか。ここでさっき落とされた。 OK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 。 ほんとちょっとあれだね、気持ち内側に走ること大事。内側、外側か、外側に走って、もう外側行くか、打ち切るとあれだしね。でここで、あ、でも6位まで上がれたね。いやでも7位か、やべえな、みんなワープしすぎだな。さあなるべくね上位ね、6位以内を目指して走ると大体上位取れる。やばい、これ失敗したんじゃないかな。でなんとか飛び越えて、飛び越えて、もううわぁ、ちょっとの誤作動で一気に落ちちゃったというわけで、うわぁさっきの、いや1レース目の2位がね、うわぁもったいない気もするけど、まあ楽しめればね今回全然ね、いい大会なのでエンジョイ大会ね。さあここで究極の2攻めして、いや悔しいなぁ、さっきの2位は幻だったのかって言いたいところですが、さあコネクッパーやっぱ強いな。でダッシュ版全部乗って、でここで思いっきりピン付き、いいね完璧。これがね1位走ってる時のこの走り見せられたらみんな驚くんじゃないかな。いやー悔しいな、でも1回2位取れただけでもめっちゃ嬉しいわ、このメンツで。さあ結果的には、まあ、暫定4位ぐらいかな、5位か、まだまだ全然あるな。残りラスト2レースやっていくんですけど、1人ねなんか抜けちゃったね。後ろ見るとさ、ほら一応ね、はっさと9位スタートなんですけど、12位がいないんだよね。さあここの、これあれだ、うわ押される。さあここもインついちゃおう、インついて、さあウルトラ貯めて、ここで押されないように、さあ押しに勝って、現在4位、あ5位、うわ全然いいな、ありだねありだね。ここでスーパー貯めます、 OK3 位だ、めちゃくちゃいい。でここ初等化しない、初等化何にしていくんだろう、わーしてこないな。スーパー貯めていいぞ、これスリストがちょっとあの怖いんですけど、そこねビビってたら男じゃねえ。さあまずワンスピン挟まれるが、ここだねさっき失敗したの。さあ一切スティックはいじらないように簡単ショとかして、いいぞ3位、またまたちょっと総力ゲーというか上位ね狙っていきたいと思いますけど、狙っていく思うんじゃなくて狙うんだよ、もうその意気込み大事。ここで出し場、やっぱね赤ルートのあれなんだっけ、コンベア踏まない人多いんだね、自分踏んじゃうんですけど。うわーこれヒッキーさんのスリストマジ怖いけど、さあスーパー早めに解放してスリスト取られないこと大事。これね今みたいになるべく距離伸ばした方が超大事なんで、さあなんか3位まで抜けられたね、これめっちゃでかいわ。さあスリスト最後取られないように再フィニッシュ、銅メダル。さあ2シエラしてから、いや2位来て10位来て、なんとか再フィニッシュということで暫定4位まで来たな。いやこれでかいね、通信エラーからの巻き返し劇をね今のところ見せていますけど、最後だね、ここマジ大事。マジ OK、 ハサト、さあラストランだね、これスリスト取りたいな。でミニターボ解放からのここイン詰めだね、思いっきりについてスリストでかい。でからの、まあ、やばい、ここマジ押されない注意だね。さあスーパー貯めて、やべえ現在5位だね。ここでミニターボもう一回貯めて、ここだーっと押されないようにスーパー貯めて最後行こうかなと思います。ここ変態書とか失敗しないように OK。 さあここで、いやでも今の書とか決めてたら、多分全レース決めてたらね失敗覚悟でもしかしたら10位いけてた気がしなくもないけど、さあ5位か、ここでもう1回書とか決めていきます。さあ失敗するね、頼むよ OK。 最後の最後に書とか決めていく、落ちないように気をつけて、現在5位にいる状況なんですけど、後ろちょっとね至近距離なんだよね、だからスリストいつ取られても全然おかしくないんだよな。さあここで、あやっぱ全員緑コンベア踏まないんだね、なるほど自分だけ踏んでたな。さあスーパー貯めて、
さあミミックさん、タネさん、あと前の3人が全然見えない、あと2人。さあ柵でミスってほしいんだよな。ウルトラ溜めます、ミニターボ、ダッシュバンダッシュバンで、さあ最後ね、ここ思い切り攻めようか。 OK、 4位まで上がった。いや最後落ちてくれたね、いや助かる。ということでミミックさん最後抜けねえ。さあ4位でねフィニッシュすることができました。総合結果の方はプラス9点で30点台に乗りまして、最後まで上がった、やったぜ。ただねさっきの8レースと合わせておそらく多分暫定6位ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、一応ね得点ね合わせてみようかなと思います。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。どうでしたでしょうか皆さん、今までにない 200cc ビッグブル見ていただけたんじゃないでしょうかね。今回はね前編後編と、6レースずつね、分けて動画にしてみましたけど、いや前編はねかなりね苦戦して、まあでもね全然みんなとねこうやって楽しめてね走れたんで、それだけでもね貴重な、体験になりました。本当にね、主催の YOS さん、その他タネさん、ウンさん、ロニーさん、乙姫さん、スワコさん、ブドウさん、ミミクさん、ヨシさん、ヒッキさん、イロミネさん、本当にありがとうございました。最後はですね、記念撮影をするためにちょっとバトルでウーフタウンの噴水のところでなんかね撮るみたいなんで、皆さんねそこまでカット。はい、ということで今日はご視聴ありがとうございました。また次も見ていただけると嬉しいです。皆さんね、まだコロナね、流行ってるので、家にいてね、収束するまでね、乗り越えましょう。それでは、ありがとうございました。